その時、雪虫がささやきました。物語はもう終わりだよ。冬が秋を押しつぶしてしまう、そんな季節の出来事でした。しょうがない子だね。少女の胸はそう叱りつけます。でも少女だって黙ってはいません。一人遊びばかりしないで恋でもしなさいって言ったのは誰でしたっけ。